しも広瀬香美の YouTube チャンネルに僕とアキラが出演したら初チャレンジャーな2人のステージ一体どうなる？皆さんこんにちは広瀬香美です。いつもチャンネルしてくれて本当にありがとうございます。コメント全部読んでます。っていうかさ今日北斗アキラさんがいる。いるってなんだよあんた。呼んで紹介の仕方なんでしょう、ね、ちょっとさ、ね、来てますとかさちょっと来てくれたとかあんでしょう。いるってなんだよ。でも本当に私お笑いのことが全然わからないんで北斗さんよろしくお願いします。芸人じゃねえよ私プロレスラーだよ。ちょっとちゃんとさ進めてよ。本当犬がねずっとペロペロしててすごい大変な感じになっちゃって大丈夫かなさあなんだよ今の話なんでいいんだよ。いつも撮ってんだ。 YouTube の朝までよくわかんないこと言うんじゃねえよ。ほんともっとさ今日の歌の話とかしなさいよ。今日お届けする曲は、うん、プリテンダーです。いい曲だよね。説明するね、うん、この曲はグッバイグッバイっていうところがねもう全部見せ場なの。もうグッバイグッバイっていうところがもう何が面白いんだよそれと、うん、とりあえずそれじゃ歌ってみないと分かんないって。そうだね、うん、歌ってみたいと思います。ちょっとせっかく私んだからさあんた歌ってからこう交互に歌ったりとかできないの。本当ですか、うん、ありがとうございます。すごい目力だね。じゃあ私がピアノを弾くので、うん、その後に鬼嫁が歌って。鬼嫁って呼んでるの私のことえじゃあ指示とかしてくれるの。じゃあ、うん、入ってやるから歌ってくださいな。わかりましたわかりました、はい、ミュージックゲットアウト。ゲームドのラブソーリーインソルのカバッタリーいざ始まれば江戸り芝居のゲームドのラブソーリーメイクでずらしないことをとうとうした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 もういつまで歌うんだあんた。いやあんたちょっとあたしいつ入んだよ。あとあんた弾いてない時音鳴ってたよずっと体叩いてる時にどっから音出てんだよ。どこで割ってんだほんで。いや違うでしょちゃんと次回北斗晶さんとコストコソングを一緒に作っていきたいと思います。皆さんご登録よろしくお願いします。どこで割ってんだよコストコ行ってこいコストコ